ポーランドバルトフィルハーモニックグダニスクフレデリック・ショパン。記念ポーランドバルトフィルハーモニックは、バルト海に面したポーランド北部の都市グダニスクに本拠を置くオーケストラ。1945年にグダニスク公共楽団として創立された。最初の演奏会は、9月29日にソポトで行われた。1949年、国立バルトフィルハーモニックと改名した。 1953年、オペラ部門を統合し、国立バルトオペラフィルハーモニックとなった。1974年に、新しい公共楽団を結成し、1993年に、独立のポーランドバルトフィルハーモニックへと移行した。ポーランドバルトフィルハーモニックの芸術監督ロマンペルツキは、オルガン奏者として著名であり、数々の国際的な賞を受賞している。ペルツキは、 世界中で講演し、ポーランドでオルガンの音楽祭として最も長い歴史を誇る、オリは大聖堂国際オルガン音楽祭の創設者とみなされている。2008年9月、カイブマ漫画、新しい芸術監督に就任した。フィルハーモニックのホールは、ウィキマニア2010国際会合の会場となった。ありがとうございます。